アールビューティークリニック名古屋院院長の木村貴博です。今日は、皆さんに簡単に自己紹介をさせていただければと思います。私は出身が宮城県の仙台市です。大学は栃木の、獨協医科大学というところを、卒業しまして、その後に石巻赤十字病院という、病院で研修医させていただきました。外科を専攻しまして、消化器外科であったり血管外科とか甲状腺とかですね、あとは小児外科も学ばせていただきまして、その後に専門医を取得しました。その後分野を少し変えてですね、皮膚科とか、泌尿器科とかそういう分野を学びまして、で縁があって大手美容外科にその後に入職をしました。 R ビューティークリニックは銀座院の方で富田理沙子先生がいらっしゃいますが、富田先生とも大手美容外科のところで一緒に仕事をさせていただいて、出会ったというのがきっかけになります。その美容外科では、4年半以上勤めさせていただいたんですけれども、浜松院の院長ですとか、その後に水戸院の院長を務めまして、で、名古屋栄院の院長をさせていただきました。名古屋栄院っていうところはですね、当時はやっぱりその大手では一番大きい院でしたので、そういう大規模院の院長を務めたことは本当にかけがえのない経験になりましたし、本当にたくさんの患者様に来ていただくことができたので、忙しいながらもやりがいのある毎日を過ごせたかなと今でも思います。でやっぱり仕事をしている時にですね、富田先生と出会ったとさっき申し上げたんですけど、安全管理とかそういう部門で一緒に仕事をさせていただいて、そうですね、外科医っていう考え方とかですね、あとはタイプ、そういうのがやっぱり似てるなっていうふうにその当時思ったんですね。で仲良くさせていただいて、結果的には富田先生の方が先にちょっと辞めてしまったんですけれども、その後もちょっとこう交流がありまして、でまた一緒にやりたいなっていうふうに言っていただいたのがきっかけで、銀座と名古屋でこういうふうに院を開くという形になったという経緯になっております。美容外科っていうのはですね、結構その本当にいろんな考え方がありまして、僕は赤十字病院ってところで働いてたんですけど、保険の診療とそれから美容外科っていうのは自由診療っていう部門なんですけど、全く異なると思ってるんですね。で、保険診療ですとやっぱり命に関わることもたくさんありますし、お医者さんの中でもそっちの方が勤めてる方が多いっていう部門になりますけれども、美容外科っていうのは外科の中でも特殊な分野なので、病気じゃないものを扱ってるところなんですね。だから患者様にどれだけ満足してもらえるかっていうところを、僕は追求していますし、美容外科を志してからはずっとそういう心構えでやってるんですけど、富田先生もそういったタイプのドクターです。なので、やっぱり大手とか美容外科にいますと、そういろんなタイプのお医者さんがいて、いい悪いではないんですけど、やっぱり考え方が違う、そういうのを感じたことはたくさんありましたので、今は名古屋院を任せていただいてる、自分で、やっているので、患者様満足度を本当に優先して診療に当たることができていると思います。なので、一度無料カウンセリングに来ていただければ、この先生に任せたいなっていうふうに思われるような診察とシミュレーションとかカウンセリングさせていただきますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。この動画をいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご質問などのお問い合わせに関しては概要欄の LINE アットまでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。